理のプロは自分のためにどんなご飯を作っているのか、飾らない普段ご飯を美味しい音とともに教えてもらいましょう。今日の台所は山崎食堂、料理研究家山崎良子さんのアトリエに、いっちゃん KNB のために時々現れる架空の食堂です。いつもこの夏になるとよくトマトだったりお茄子だったりきゅうりだったり、あの家庭菜園でできたものをいただいたりすることも私多くて、そういうものを使って常備菜を作ることが多いです。今日はですね、あの真っ赤なっていうか、あのトマトを使って簡単なトマトソースを作りたいと思います。ラタトゥーユにしたりパスタにしたり、それこそあのピザソースの代わりにしたり、もう本当にいろんな食べ方があるのでいいと思います。材料はこちら。完熟トマト1キロ、バジル1つかみ、塩小さじ1、オリーブオイル大さじ3です。じゃあ作っていきますね。トマトはただ切るだけでいい。そうなんです、湯むきしなくて実は OK で簡単にできていいですよ。少しお塩を入れることで水分がバッと出やすくなるっていうのもあるんですけど、お水は全く入れずにトマトの水分のみで作っています。あのバジルですね、一番にすごくあの香りがいいですよね。でそのバジル入れることによって、このトマトの甘みとか酸味もすごく引き立つ気がします。で味もすごく深く感じることもできます。塩ってその塩の種類によって辛かったり、そんなに辛みを感じなかったりもすると思うので、何の料理でもそうなんですけど、まず半分量とか3分の1量だけ入れて、あの料理を進めていただいて、もう仕上げの時に味を整える感じで残りのお塩を入れるっていう感じにしていただくと失敗することがないと思います。はい、完成しました。簡単トマトソースの出来上がりです。お塩とバジルとオリーブオイルのみで作っているので、すごくねアレンジがしやすいんです。冷蔵では1週間、冷凍では1ヶ月ほど保存可能。万能ソースとしていろんな料理に使えます。もうお昼になったので、早速お昼ご飯を作れたらなと思います。今日はですね、おそうめんにトマトソースをかけて食べるっていう、はい、はい、完成しました。トマトソースのおそうめんです。もうね、あのトマトソースさえ作っておけば、あのおそうめんをさっと湯がいてソースをかけただけで出来上がる。もう5分ぐらいでできると思います。じゃあいただきます。美味しいです。しっかり効かせた塩とフレッシュなバジルがトマトの酸味とコクを引き立てます。暑い季節にパスタよりもさっぱりといただける一皿です。もう純粋に今日トマトしか入ってないので、生ハムだったりとか、あとツナ、そういうものでもいいと思うので、タンパク質をちょっと足して食べていただくとまたいいかもしれません。ごちそうさまでした。